こんにちは、セレクト鈴木です。今回は、新型のカローラツーリングを試乗したり見ていきたいと思います。ちょっとライトつけてみます。これスモール。ライト。これがウィンカー、ハザードですね。ここが光るんや。全部 LED ですね。こっちが LED ですね。ああ、内側はここと、あとミラーですね。うん、でも昼間分かりにくいですね。ちょっとなんか小さいですね。じゃあテールランプつけます。ハザードつけます。俺もここがテールランプで、ちょっとブレーキとバックやってみますね。そうですね、はい、これがブレーキ。ついてます？ついてますけど、同じとこ光るんですね。まあそりゃそうか。あーですね、スモール消してみましょうか。そうですね、消しますよ。はい、消してブレーキ、はあ、消してバック。はいはいはい、そしたら中見ていきます。うん、スイッチ類はラブ4とかと一緒ですね。もう最近のトヨタはこんな感じですね。こっちがオーディオ関係ので、こっちが追従走行とかのスイッチですね。これがオートライトのスイッチと、あとレベライザーと、あ、これ ETC はまだついてないですね。ここに ETC がつくはずです。はい。エンジンかけます。真ん中がスピードメーターで、こっちが回転計で、ここにちっちゃいモニターがあって、これが燃費とか追従のレーダーとかのですね。USB と 2.1 アンペアとシガーライターのソケット。容量はちっちゃいですね。ライトはついてないですね。ライトついてないですね。これはこれなんだ、ドア開けた時ですか。ドア開けた時のやつよね。これは両方だね。
なんか SOS のスイッチがあるな。あー、これ押したら緊急で電話してくれってことですか？そうだと思いますね。まあこれもあの T コネクトかなんかにお金払っとかないといけないでしょうね、多分。なるほど。この純正のナビで、これはオプションで大きい画面にしてるんですけど、なんかテレビがなかったんで、あのカタログを見てみたら、ここにテレビフルセグはオプションサービスって書いてます。見えるかな？うん。で、Apple CarPlay っていうのに契約しないとテレビは見れないみたいですね。メーカー希望小売価格3万3000円。まあ、それすると、かな。マップとかも結局 Google マップとか携帯のマップを表示するって感じですかね。標準ではこんだけしかないってことですよね。ないですね。 AM、FM と交通情報と Bluetooth。 じゃあ後部座席見てみます。ああ、やっぱ低いのは低いな。ツーリングやからね。あれ後ろまであんまり人が乗るっていう感じではないってことですか？そうですね、一応乗れるけど、確か、あ、前もうちょっと寄せてもらわないと、ちょっと狭いですね。これはあれですかね。これは倒れないですね、後ろには。なんかここがめっちゃ幅広いんですよ。これで剛性を強くしてるみたいですね。普通の車もうちょっと細いですかね。で、これで、剛性強くして、足回りのバネがよく動くようにしてるみたいです。まあ、基本的に多分、後部座席を後ろに、まあ、前に倒して、荷物積むと思うんで、ちょっと前に倒してみましょう。はい。あれ？なんかスイッチあるな。これでできるのかな？あ、できましたね。前行かなくていいですね。まあこれも寝てみますか。寝てみましょうか。お決まりの。はいはい。まあ、僕が寝るにはちょっときついかな。ラブ4よりちょっと狭いって感じですか、ね。そうですね。こんな感じですかね。あ、パンク修理キットとかですね。で、ジャッキと牽引の部品と。で、本当は、なんか、オプションでタイヤが付くんですけど、タイヤがない人は、こう、やったら、10センチぐらい、荷物の幅が稼げるみたいですね。
ち張りですけど、このここはもうダイハツとかトヨタはもうクラシックになってますね。後ろはじゃあエンジンルーム開けてみます。熱っ、超熱い、熱い熱い、綺麗だ。この新型カローラはエンジンが3種類あって、 1.8 リットルハイブリッド車と 1.8 リットルガソリン車と 1.2 リットルのターボ車があります。でこの車は 1.8 リットルのガソリン車で、カタログ値の燃費は 14.6 ですね。この剛性を保つ面で必要なこのフェンダーの折り返しっていうのがなかったですね、この車。いわゆる爪いうやつですかね。そうですね。見えますかね、爪。これがないんで、一手間かかってるみたいです。で、これで剛性を保ってるみたいですね。フロントあるんかな。あ、フロントも短いし、ちょっと折ってますね。これで、あ、剛性保ってるっていうか、これが爪がない方がタイヤを外に、出せれるんで、まあ、安定が良くなるっていうことですね。では、試乗していきます。いいな。あれ、なんかラブフォーより乗り心地いいかもしれない。マジっすか。うん、いつもの同じ道を走ると分かりますね。看板を読んでここに50キロとかって出てくれるのはすごいいいですね。これはラグホーンにもありましたね。そうですね、白バイさん。セットしたらなんか遅い気がするけど一応走りますね。なんかブレーキ定期的にかけられてる感じがする。レーンアシストもやってみましょう。操舵支援なしって出ましたね。
はみ出たら、ラブフォーの時は、はみ出たら、ハンドルを戻してくれてたんですけどね。はみ出たら戻してくれないんだな。あ、戻してくれないな。使用くださいって書いてありますけど、この前ラブフォー書いてなかったですね。前止まっちゃったな。でこれでセットしたら多分、あ、40キロ以上かな。でセットをしたら多分セットになるんですよ。ラブ4から2回目なんで若干これが慣れてきました。あ、曲がられちゃった次のターゲットというか追従してくれる人を探さないと使えないからね。早いな。スピード速いとスピード上がっちゃうからね。今セットできましたね。多分これで今足離してますね。このブレーキが怖いんですよね、いつも。うわー、踏んでないです、踏んでないです、ほら。踏んで怖いですね、これ。で、前がいなくなったらどうなるんだろう。あ、大丈夫か。とりあえず進みますね。これもまた前までついていってくれるんですかね。ですかね。あ、今多分キャッチしましたね、ここで。あ、結構、うん、キャッチしたっていう、なんか表示が出るんですよ。あ、多分あの車をキャッチしてますね。なかなかの車間開けますね。開けますね。多分車間距離もこれに出てるんで、なんか表示が、多分この3本ラインが多分長いんやと思いますね。はいはい。なんといかんのでね。まあでもこれは追従してるんかな。あ、でも横から来たら怖いよね。うん、そうですね。え、これは違うよね。あー、大丈夫じゃわ。やっぱりできてた。ちょっと怖かったっすよ。ちゃんとすごい怖かった。止まりましたね。うん、不安だったけど踏みそうになった。前が抜いても次のターゲットとか。アクセル1回踏まないとダメなんね。か、これを押さないとダメですね。今書いてくれましたね。今の怖かったですね。うん、ちょっとドキッとしましたね。変えられたら変わるんかな。変わるわな。ああ、今ブレーキかけてね、多分車間を保ったんですね。そうですね。
この距離大丈夫だよね。めちゃくちゃ遠い気がするけど。あ、これでカーブで見えなくなるな。あ、でも保ってるな。見えんすよね。あ、曲がっちゃった。これ曲がったらどうなるんだろう。あ、でもこれで一定で走るな。54キロに設定してるから54キロで走ってるのかな。どうしたら。あ、そういうことでしょうね。うん。だな、これほんとブレーキかけてくれたら、それが安心できたらね、そうですね、すごい楽ですね。これブレーキ踏まなくていいかな。いや怖いな、ちょっと怖いなこれ。いけますね。うん、もうちょっと柔らかいブレーキだとありがたいですね。そうですね。ちょっとビビる。ちょっとね、ドキドキする。そうなんですよね。まあまあの今日スピードで入ってくるじゃないですか。これは曲がるんで。まあでもちゃんとかかってます、ね。ちゃんとかかりますね。まあ慣れたら安心。そうですね、うん。できるかもしれないですね。これに頼り切るんじゃなくて、とっさというか、なんていうか、たまにこうよそ見しとったみたいな時は絶対助かるんですよね、これは。ああ、そうですね。うん、これでも多分止まってくれるのかな。うん、でも、あ、止まった、止まらないか。あ、止まらない、止まらない。びっくりした。これなんで。ああ、あ、これはあれですね。見にくいかな。レディーって書いてますね。ああ、うん。解除されとる。解除されとる状態でしたね。怖。すごい怖い。ああ、それをちゃんと見てないと危ない。そうですね。ご視聴ありがとうございます。これから車って自動運転になっていくと思うんです。で、まあそれまでの過程でこう運転補助装置っていうのが出てくると思うんで、今日の動画みたいに補助してくれるのがどこまでやってくれるのかっていうのは僕も興味があるんで、これからどんどんやっていきたいなと思っています。またご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録、グッド評価もよろしくお願いします。